はい、皆さんこんにちは。ただいまですね、ノボテルスワナプームエアポートホテルに来ております。こちらのホテルはもう皆さんねよくご存知かと思うんですが、空港の真横にあるとこですね。空港の真横というか空港の敷地内にある唯一のホテルとなっております。ちょっとねこちらの方のホテルも見物してみたいと思います。一応ね空港からは無料のシャトルバスが走っておりますので、それに乗ると簡単にここに来ることができます。もちろんね、地下鉄エアポートレールリンクのところを歩いてくることもできますが、ちょっとね距離あるので皆さんこのねシャトルバスを使われるのが一番良いかと思います。ちょっとロビーの方入っていきましょう。ちょうど空いてるんでここから入ります。結構ねこのロビーね広いんですよね。すごくこう閉まらなかった。落ち着いた雰囲気してねいいとこだと思います。ちょっとはいロビーでございます。非常に広いねロビーがありまして、この空間使いがいいですよね。日本食レストランの金銭もあります。こちらタイ料理のサラタイレストランですね。こんな感じでたくさんのバーやら、レストランもございます。じゃあちょっとロビーの方行きます。はい、ノボテルスワナプームエアポートホテルのスーペリアルームになります。こちらキングサイズベッドのお部屋を見させていただいております。こんな感じでございますね。結構ベッド大きいですよね。で、枕元にあるアナログ式ですけれども、サイドテーブルのここで、いろいろ操作ができます。このデスクもいいですね。コンピューターデスク、作業用デスクあります。はい、アメニティ関係こんな感じですね。T とかね TWG 入ってるんでなかなか立派ですよね。ケトルもあります。でこちらの中に行くよミニバーの方があります。こちらの方ですね。こちらもちろん有料でございますが、冷蔵庫の中も結構たくさん入っておりまして、このような形でたくさん入っております。はい、バスタブの方を見ていきましょう。はい、シャワーブースが別にありまして、こちらの方にバスタブがあります。で結構向こうの方がねまた部屋が見えるような感じで作られておりますね。はい、こちら洗面台がありまして、アメニティグッズがヘアウォッシュ、コンディショナー、ボディウォッシュ、ボディローション、でサニタリーバッグ、シャワーキャップ、これはコットンパッドですね。でそうシェービングキットに歯ブラシあります。はい、ヘアドライヤーありまして、こちらの方はトイレですね。体式のオシルトもないやつですね。普通のトイレになります。この中には何があるのかな。セーフティーボックスと、あとバスローブ、それからスリッパも入っております。はい、こんな感じな基本的な、ヘアタイプはこちらの方のスーペリアタイプになります。はい、ノボテルスワナプームのご案内でございました。はい、こちらスパございます。やっぱりスパへ来るとすごいいい匂いしますね。はい、スパこんな感じでございます。はい、フィットネス見てます。ちょっとねされてる方がいるんですけども、フィットネスは24時間、使うことができます。ホテルのこう部屋の真ん中になるんですけれども、こんな形でプールもございます。で向こうの方にはプールバーもございます。本当にこう空港のど真ん中ですけれども、こんな感じでプールのあるのいいですね。この中の方の部屋はねこういったプールビューになります。朝ごはんは朝3時から食べることができます。でねランチもディナーもやっておりますので、こんな感じでございます。たくさんのレストラン2軒ですね。日本食屋さんにブッフェ、それからこちらの方にバーもございます。結構ねレストラン2つあっていいですね。で朝ごはんがね朝3時から食べれるってすごいですよね。はい、そんな感じでございます。はい、ノボテルスワナプームエアポートホテル見てきました。やっぱりねノボテルだけあってやっぱり綺麗ですね。すごくいいかと思います。やっぱりね空港の真ん中にあるっていうのですごく利便性いいですよね。まあ、歩いても5分で行けるし、で一応無料でねここから空港まで、で空港からここまで無料シャトルがありますので、そちらの方を使えばもう本当に歩かなくても来れるので非常に便利なホテルだと思います。ただねちょっとやっぱり空港の中にあるだけあって
ちょっとお値段が高めになっておりますが、それが、ね、許容範囲であれば全然良いかと思います。はい、こちらの方、ノボテルスワンプームエアポートからお伝えいたしました。